夢を見る。FM 歌おきの皆さん、こんにちは。さあ、この時間はですね、FM 歌おき特別番組、おきこくソーシャルラジオという番組の宜野湾市にあります沖縄国際大学内にあります福祉ボランティア支援室にて、この特設スタジオを設けまして番組をお届けしたいと思います。さあ、今回ですね、2回目となりますこのおきこくソーシャルラジオ。この番組は月に1回ですね、学生たちが取り組む社会貢献などについて話し合いが行われる番組となっています。さあ、今回もですね、いろんなことについてまた学生の皆さんを含め、そしてギャラリーの皆様と一緒に、話し合いをしていきたいなと思っています。さあ、この番組はラジオを聴く皆さんはもちろんのこと、インターネット動画配信も行っておりますよ。さあ、このインターネット動画配信の方ではですね、なんと今回私たちがお話をするこの字幕もつけてですね、お届けしたいと思いますので、さあ、この番組は障害がある人もない人も、すべてがみんながですね、情報発信ができるこの放送とさせていただきますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。さあ、ギャラリーの皆さんもどうぞよろしくお願いいたします。はい、さあ、それではですね、早速、今日ですね、皆様と一緒にお届けするメンバーをご紹介していきたいと思います。じゃあ、それぞれ自己紹介お願いいたしましょうか。はい、はい、じゃあ皆さん、改めましてこんにちは。こんにちは。はい、では私、沖縄国際大学福祉学科専攻しております、3年次平井由紀と申します。どうぞよろしくお願いします。はい、由紀さん、よろしくお願いいたします。さあ、続いて、はい、沖縄県立看護大学2年次の林京子です。よろしくお願いします。はい、京子さん、よろしくお願いいたします。はい、同じく2年次の上津美優です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。同じく2年次の三坂文です。よろしくお願いします。はい、藤さん、よろしくお願いいたします。同じく2年次の前戸さとこです。よろしくお願いします。はい、さとこさんです。よろしくお願いいたします。さあ、続いてこちらです。はい、皆さん、こんにちは。NPO 法人子ども医療支援わらびの会の構成団体であります、
人工呼吸器をつけた子の親の会バクバクの会の沖縄支部代表させていただいております大城忍と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、ひとみさんよろしくお願いします。さあ、そして小津先生です。はい、皆さんどうもこんにちは。はい、こっちで沖縄国際大学の、福祉ボランティア支援室ですね。ここの、まあ、社会貢献の学生の支援をしています稲垣といいます。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、そして先生、はい、今日も皆さんで、前回は、たくさんの、ね、ギャラリーの皆さんも、ね、来てくださって、うん、今回もすごいです ね、 ですね、まあ、ギャラリーの方もですね、今回ちょっといろんな質問などがあれば、ね、ちょっと声も出していただきたいなと思いますので、どうぞギャラリーの皆さんもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、さあ早速なんですけども先生、今回で2回目 の、ね、この帰国ソーシャルラジオということなんですけど、ちょっと前回はあの聴覚障害の、ね、ね、健太君を、はい、交えながら、うん、ノートテイクをしながら、うん、ね、番組を進めて、大変だったですよね。まずここの会話をノートテイカー、うん、ね、あの学生がまあノートテイカーっていうのは、うん、授業の中でですね、先生の話 をですね、まあ、聴覚障害を持っている学生に対して、情報支援ですよね、ノートに書いたりあるいはパソコンに打ったりして文字にして、それを、まあ、学生が見て先生のことを理解する、まあ、そういう試みなんですけども、この学生たちが、今回の、まあ、前回ですね、来ていただいて、まあ、聴覚障害の学生が自分たちのまあ思いとか、それからまあ立場をね伝えるということで、会話をまずそのノーテイカーの学生が書いて、それを見たまあその健太が、自分のこのねボードですよね、ボードに書いて、それをまた後ろの学生たちが数ミリと数ミリでさらにこんなこと健太言ってますということをまあ伝えるという、しかも。まあ、今日もね、今日来ていただいて、そうなんですよ、まあ、はい、ノートテイクの、ね、学生、それから、支援、ボランティア支援室のですね、あの障害担当支援、あの障害支援の担当をしている、まあ、美香さんと、それから真弓さんですけども、はい、今日も字幕をですね、そうなんですよね、普段は聴覚障害の学生の情報支援してるんだけども、今日はまあラジオを使ってですね、しかもラジオと、まあ非常にこのコミュニティラジオと、それから、まあ、ウェブが相性がいいということでね、うん、あのウェブで、まあ、この放送をするということですね、うん、その放送に字幕をつけるということで、はい、あの見える人見えない人、それから聞こえる聞こえない、そういったことはもう関係なく、みんなが同じ時間同じ状況でですね情報を取っていく、まあ、そういうようなことをね初めて、まあ、今回2回目ですけど、そうなんですね、はい、はい、さあ本当にみんな全ての皆さんが発信ができる場として、この時間もね設けていきたいと思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。さあ今回2回目ということで、なんと今回のテーマがですね、交流クリスマス会ボランティアスタディ病気と戦う児童とお母さんの今ということで、皆様にですねちょっとお届けしたいんですけれども、さあここでですね、ちょっと一曲先生、はい、あの、うん、曲を入れてからまたちょっとご紹介していきたいなと思いますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、さあそれではですね、お届けしております FM 読谷特別番組お帰国ソーシャルラジオ、さあぜひですね皆さんね、この後もインターネット放送もちろんなんですけれども、ラジオでも、同時生放送でお届けしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあインターネットの方はですね、こちらの方は録画もしておきますので、また家族でご覧になっても構いません、いろんなところでですね活用していただきたいなと思っておりますので、さあそれではですね一曲お届けいたします。それではどうぞ。大丈夫ですか？